Radio Morning Radio. Morning Lounge. モーニングラウンジ、今朝は女優、シンガー、そしてナレーションなど幅広く活躍されていますよね、原田知世さんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。というかお久しぶりというか、先日はどうも。う、ね、先日はどうも、ね、映画のね、そうですね、記者会見でご一緒させていただきましたけども、はいはい、そうです、間もなく公開となる映画お前うまそうだな、こちらでは主人公ハートのお母さん役を声でご担当と、はい、ということだったんです。もう優しい柔らかい声でお母さんをね、これ恐竜のお話なんですけどね。そうなんですね、はい、僕もこれ声の出演させていただいて、はい、この話はまたゆっくり後でさせていただこうと思うんですけど、はい、10月に入ったけど、はい、どう、何か変化はありますか？まだね、4日しか経てません。そうどうですか？そうですね、あ、うん、なんかいろいろ出会いが今年いっぱいあって。どんな？映画でもね、つい最近まで、うん、あの映画撮影してて、はい、そこでもすごくいい、こうなんていうのかな、うん、お友達というかたくさんできましたし、はい、うん、そうだな、10月はさらに親睦を、はい、深めていきたいなというか、うん、そうですか。じゃあ出会いの季節にこれからなってくといいね、さらにね。そうなんですよね、うん、どんどんいろんな方と出会いたいなという気持ちが変わってきましたね。前割とこう、うん、あまり友達少ない、基本的に少ない方なんですけどそう、もっとこう心をひこう、そうですね、いろんな方と知り合いたいと。いや、俺なんかすごい前向きになりました。智代ちゃんはすごくこう顔が広いというか、いろんなところにこうお友達がいる感じがしてたけど、いや、そうでもなくて、意外と人見知りするタイプ、うん、人見知りが強かったんですけどね。でもだいぶ変わってきて、それ楽しめるようになりましたね。あ、そう、あんまり緊張しなくなったという。じゃあ今まではこう限定された人をより深く知り合うみたいな。そうですね、だったけど。そうかそうか、変化ですね。変化ですね、はい、お姉さんのね、キワコさんの、ね、誕生会でもそう、そうですよね、サプライズやったりしましたね。お医者さんにも来ていただいてありがとうございました。あのフラムの、ね、有名な方もね、はい、この番組にも来てくれた方なんですよ。そうです、うん、とてもあの第一人者ですね、ハワイに在住されて。そうそうそう、はい、さあ、出会いの季節がさらに深まりそうな原田知世さんなんですけど、ツイッターでもいろんな人と出会っちゃってますね。そうですね、とかつながっちゃってますね。はい、ツイッター楽しいですね。あ、はい、もう今ちょっとチェックしたら、おはようございます、今朝は JWAVE に出演生出演いたしますって書いてありますね。ありがとうございます。出てくる前にもう書いてこういうお知らせっていうか、今まさにっていう情報を、うん、あのなんか、うん、もう伝えすることもできますし、はい、あとはまあ本当に自分の友達というか、はいはい、仕事仲間の人たちとのやり取りもできるし、ね、できますよね、うん、はい、これいつ頃から始めたの？私去年の、うん、12月ぐらいかな、だったと思いますけど。じゃあもうかなりツイッタープロ級。いや、でもすごいつぶやき少ないんですけど。リツイートとかもするの？リツイート、うん、たまに、あの、たまにしますね。あのなんかもともとバンドでピューパーっていうバンドやってるんですけど、うん、はいはい、高橋幸宏さんとかボンドさんにやりなよやりなよって勧められて、レコーディングあたりから始めてみんなメンバーもその後一緒にやるようになって、やりだして、もう今フォロワー 25,591。 すごい、ね、なんかありがとうございます、ね、全国からまたさらに、はい、JWAVE リスナーもフォロー、もうね、すでにしてる方たくさんいると思うんですけどもね、はい、はい、いや、別所のツイッターもお願いしますさて、ツイッターの利用法も分かったところなんですけど、はい、先月、さっきもちょっと話したけど、映画の撮影に行ってたと。そうですね、北海道の洞爺湖で3週間ぐらい撮影をしていて、うん、あの幸せなパン、かっこ仮、まだ仮なんですけど仮の題名題名で、幸せなパンって、あのパンって食べるパン、食べるパン、あの東京から移り住んだ夫婦が、うん、あの北海道の洞爺湖でパン屋さんを開いて、あの、まあ、その旦那さん大泉洋さんなんですけど、うん、夫婦で営んでるカフェのお話で、はい、いろんなお客さんが季節ごとにやってきて、はい、ちょっとあったかい、心温まる、お話で、とりあえず今回は春夏秋の部分を撮影して、うん、また冬のシーンは雪が降ったらもう一回行こうってことになって。あ、じゃあまだ撮影途中、途中なんですね、ってことか、うん、これは体調管理とか大変だね。そうですね、髪型とかも全部じゃあキープしとかなきゃいけないってこと？そうですね、1月まではこのショートでいないといけないですね。あ、そう、今その役柄に合わせたね。そうですね、イメージは、はい、作っています。うわー、1年越しですから、じゃあ、うん、
でも楽しみだね冬の。そう、再会できるってあんまりないから。そうだよ、スタッフの人たちとこう仲良くなったので、うん、すごい楽しみにしてるんです、ね、じゃあまた冬ねみたいな。そうなんです、それはそれでいいなと思いましたねえ、うん、長丁場のお仕事もきっとあの景色がガラッと変わるでしょうし、全然変わるらしいのでそれも楽しみですね。え、じゃああの洞爺湖サミットなんてあの洞爺湖畔なわけ、はい、そうです、湖畔にすごい素晴らしいところに立ってるあるカフェがあって、あ、実際にある、うん、それをお借りして撮影して。へえ、これ実話ではないんでしょ。実話ではないです、ね、物語そのものはね、うん、監督がもう、うん、作られたお話ですね、うん、洞爺湖って僕行ったことないんですけど。あ、そうですか。すごくいいですよ。あの心落ち着く場所ですね。なんかさ、真ん中に島みたいなのあるんですか。中島があって、うん、なんかそこにすぐたくさん鹿がいる、自然の鹿がいる島があって、パワースポットらしいんですけど。へえ、うん、今出たパワースポットらしいですよ。だからそこの島に上陸されて、うん、るのもできるし、散歩したり。いや、私たちはちょっと降りてはないんですけど。あ、行けるは行けるの、観光客。行けるんです、遊覧船でいつも行ける。30分おきに出てて。あとなんかでっかいホテルあるよね、あそこにドカーンとね。そうですね、あの丘の上にサミットで使われたね、はい、すごいホテルもありますね。わ、じゃあ現地の人とも交流が生まれて。そうですね、もう皆さんすっごい温かい方で、うん、いっぱいね、いろんな差し入れを、食べ物をねいただいて。そうですか、はい、温かかったです。冬場さらにこうほっこりと。そうですね、北海道ロケね、はい、気をつけて来てほしいと思いますけど、はい、さて、はい、原田知世さんといえば、そうですよ、ボーカルとして参加されてる、はい、先ほどもちょっと名前が出ましたけれども、フューパという、はい、バンドがあります。こちらのナンバーここでお届けしちゃいましょう。フューパー Dreaming フューパー。だからも J-WAVE 東京モーニングレディオ、お届けしているこの曲はピューパ Dreaming ピューパー。そうです、今朝はこのピューパのね、ボーカルも務めています原田知世さんをお迎えしています。いやー、軽快ないい感じですね、これ。ありがとうございます。今年また2枚目のアルバムを夏に出して、うん、ドリーミングピューパというアルバムを出したばかりで、ね、すごくいい感じですよ、なんか。ね、高野さんも参加、うん、高野さんも参加していて。そうですね、高野さんもいらっしゃいますし、レンさん、高田レンさんとかね、はい、皆さん、ゆきひろさんが。これは高橋ゆきひろさんがやっぱり中心になって。うん、もう他の皆さんをこう集めて、うん、それで、うん、声が。2枚目こんなに早く作ると思わなかったというか、うん、意外と早く声がかかったので、みんなよっしゃって集まって作りました。なんかいいですよね、こうサラサラーっとね、うん、
デトックスしてくれそうな感じすごく聴きやすいアルバムだと思います。皆さんボーカル務められるので、はい、どんどんボーカリストも変わって、曲調もそれぞれの個性がすごく集まっているので、はいはいはい、飽きずに1枚聴いてもらえるアルバムかと思います。すでにアルバムは発売中、ね、そうですね、はい、そして、今月末からライブツアーもあるんですよね。はい、東京を皮切りに、はい、大阪からから始まります、はい、で東京が、11月3日水曜日、はい、国際フォーラムのホール C というところでやるんですけど、これはもうちょっとチケットが完売みたいで、ソールドアウトだ、はい、ってことは行けるのは11月の12日金曜日の、うん、追加公演で、うん、渋谷のデュオっていうライブハウスでやるんですね、うん、はい、はい、なのでこれはまたちょっとライブハウスなんでかなり趣が変わって、よりこう新鮮感とか近くて、ね、ちょっと箱がね小さくなる分 ね、 そうですね、うん、楽しいライブになるかと思いますので、はい、ぜひいらしてください。11月12日金曜日です、はい、詳しくはこれピューパのオフィシャルウェブサイトをチェックしてみてください、はい、もうねもちろん11月3日の国際フォーラムの方もねチケットゲットしてる方がね、そうですね、リスナーの方には楽しみにしててください、はい、いると思いますけども、ちなみに今月はソロライブの DVD も発売になる、そうなんです、今年ライブツアーをソロでやったんですが、はい、それを撮って10年ぶりぐらいですかね、うん、に DVD 化しようってことになって、はい、作りました。じゃあ今まで集めてたずっとそういう映像を、今回のライブの映像と、うん、あとは撮り下ろしで中野博之監督に全部こうディレクションしていただいたので、うん、はいはい、新たにこう新映像とか、あとアイスランドでレコーディングした風景とかをずっと撮ってたんですね、うん、はいはい、そういうのとか盛りだくさんです。うわおまけがたくさんです。これタイトルは、はい、メルティングサン&アイスムーン友よ原田ライブツアー2010エイヤと言います。エイヤ、エイヤというのは、アイスランド語なんですけど島という意味で、アルバムを日本とアイスランド2つの島国で作ったから、うん、エイヤっていうことを、そうかそうかそうか、したんですね。そうですね、アイスランドも島国だしね、そうですね、温泉もあるしすごい似ているところがある。わあ、このライブ映像もそうですけども、アイスランドの映像を見てみたいな、そうね、なんかミュージックビデオ撮ってる撮影風景とかもねあるので結構見応えがあるかもしれませんのでお楽しみに、はい、はい、今月発売になります、はい、さあそして、はい、もうシンガー女優とお話伺ってきましたけれども、最後には、ちょっと冒頭でも出てきました声優として声の出演で、はい、お互いに僕も映画出させていただきました。10月16日から公開になる映画お前うまそうだな、こちらではね、はい、声優として、そうです ね、 ね、これはシリーズ累計155万部突破した宮西達也さんの絵本なんだよね、はい、そうです、すごく有名ですね、ティラノサウルスシリーズというもの、はい、映画化なんですけど、うん、これ、ま、どういうストーリーか、まあ、僕も知ってるんですけど、友枝さんの方からぜひ。ああ、映画のストーリーですか、うん、私がやる役は、うん、草食の恐竜なん、あ、恐竜なんですけど、うん、そうそう、ある日川から流れてきた卵を拾って、うん、それでそれを育てるんですけど、実はそれが肉食獣、肉食の恐竜だった、うん、だけどそのお母さんはもう捨ててこいとかみんなに言われるんだけど、それが捨てられなくて育ててって、はい、でその子が成長してどん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 お話が、そうなんですよね、そうなんですね、はい、はい、草食恐竜のお母さん原田知世さんが肉食恐竜のハート君を育てるっていうね、育てて、はい、そこでいろいろ物語が起きていくわけなんですけど、はい、子供店長も出てくるんです。そうなんです、清志郎くんがそうですね、そのハートが後に大きくなって、はい、ある卵と出会うんですけど、うん、そしたら今度はそれから生まれてきたのがうまそうっていう、清志郎くん演じる草食の可愛い恐竜で、そこからまた二人のつながりがね、だからこれタイトルお前うまそうだなっていう、そうなんですね、肉食恐竜としては食べちゃいたいでも可愛いし、そううまそうだななんて言ったらその子が勘違いしてえ僕の名前はうまそうなのみたいな、そう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 、勘違いから始まっていく出会いですね、エコカーキンゼもじゃないんですよね、違うんですけど、でも同じ、もう終わりましたけど、可愛い声で補助金もとか言ってましたから、それは言わないんですよね、はい、言いませんけど可愛いです、可愛さは一緒ですねそうですね、僕はこの物語の中では肉食恐竜のボス、そうですね、はい、バクーっていう、うん、幻の有名な、うん、やるんですよ
ちょっとねドシッドシッドシッと出てくるわけなんですけど、うなり声とかやっぱ大変でしたでしょ。大変だったよ。人間の役じゃないとなるとね、ですよね。うわーうわーとかね。そうでしょうね。はい、一緒にはあの録音できなかったから、そう、ともえちゃんと一緒にスタジオはね、すれ違いだったね。そうなんですね。で、うん、別所さんこのうおーってどういう風に言うのかなって二人を見ながら思ってました。あれ、ともえちゃんは叫ぶシーンとかなかった？あの、私は一瞬、ね、卵をこう守るためにシッシーとかやるところがあって、うなってくださいって言われたんですけど、どうやってうなるんだろうと思って、一瞬わからなかったです ね。ある意味俳優としてはめちゃくちゃ想像力を使わなきゃいけない、うん、でも楽しいですよ ね。声優だといろんなことができるから、逆に、うん、あのこう俳優としてのこう肉体をこうなんかこうどこかに置いて、うん、置いて声だけで、うん、感情表現したりね、うん、違うものになりきるってい う、 そうです、ね、体験をさせていただきましたけれども、はいはい、155万部以上絵本でも、うん、売られたというベストセラーになってますよね。ティラノサウルスシリーズ、こちらでまあ絵本としてね、ご存知のご家族の方、お子さんも多いと思うんですけど ね。ぜひこの映画10月16日公開です、はい、なんかどう仕上がり見て、なんかあったかい絵になったよね。本当に素敵ですね。途中はすっごく笑えるところもあるじゃないですか、うん、あるね、うん、もう笑えて、で一番最後はやっぱもう私涙が止まらなかった、うん、お母さんたちはみんなきっと絶対泣くだろうなっていうような、親子の愛とかね、はい、兄弟の愛とか、たくさん愛が溢れた、そうだね、作品ですね。それからこう自然の摂理っていうか、そう、あの肉食恐竜もいて草食恐竜もいるから、うん、地球上のその弱肉強食が成り立ってるんだっていう、うん、なんかまさに多様性のね、そうですね、そういったところ、厳しさ、生きていくことの厳しさもきちんと教えてくれるんですよね。そうそう、うん、僕もそれ奥が深いです。そうだから大人としてもね、考えさせることあったし、うん、なんか子育て論的にもね、うんうん、なんか愛情を注ぐだけじゃなくて、ね、なんか鍛える、うん、自然の中で生きていくその力を教えるっていう、うん、なんか動物本来のね、はい、こともそれから教わることがたくさんありました。あったよね、はい、ぜひ、お前うまそうだな、原田知世さんの温かいお母さんぶり、はい、草食恐竜ですけども、はい、ご覧になって、ご覧になって確認してみてください。ありがとうございます。あの初日はね、はい、舞台挨拶もそうやりますので、やりますんで、はい、舞台挨拶にも10月16日土曜日、はい、さんと一緒にやります、はい、いらしてください、はい、映画お前うまそうだなは来週10月16日土曜日から全国ロードショーとなります。いや忙しいね。はい、頑張ります。本当に次の映画も、はい、というか途中の映画も洞爺湖に戻んなきゃいけないし、そうですね、はい、ライブ活動もあるし、はい、体気をつけて。ありがとうございます。ちなみにともえちゃんはあの時刻はどうやって確認するタイプですか？あ、携帯で。携帯やっぱりそう。なんでですかね、腕時計しててもなんか携帯見ちゃってる時あるんですけど。俺もそうなんですよね。ともえさんは携帯でと、はい、いうことです。皆さんもモーニングボートへの参加、うん、よろしくお願いします。モーニングラウンジ、今朝は原田知世さんお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。